はい、カフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、6月19日日曜日、東京競馬場で行われるユニコーンステークスの本命発表と開メ、そして、翌日の、馬券購入してからのレース観戦、そして、祝勝会か反省会の動画になっております。まだまだね、もうね、まだまだね、来週も宝塚記念上半期最後の G1 になりますね。もうね、今年の春はもう散々な G1 だったので、最後はね、こういい思いをしたいなとは思うんですけれども、まあ今日の競馬、まあ、土曜日の競馬もう散々でしたね。もう毎回言ってますけどね、本当に散々ですね。もう本当に当たらない。もうなんですかね、もう本当にお前競馬も予想してんのかっていうね。もうお前それサイコロ振ってやって、むしろサイコロの方が当たるんじゃねえかってぐらいね、本当にもうね、ダメですね。ダメ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 競馬 YouTuber ですね。まあね、それでもね、土曜はダメだったかもしれないですけどね、日曜日はいいかもしれないですからね。それがね、やっぱこういう競馬の面白なさなのかもしれません。まあそんな感じでね、東京競馬場ユニコーンステークスの本命発表したいと思うんですけども、まあね、前回の動画でおすすめ馬5頭、紹介させていただきました。で、今ね10時ちょっと前なんですけど、22時ちょっと前なんですけど、雨降ってます。これ多分ババアがどうなるかって感じですよね。これがちょっとずっと降るようだとね、ババアが重ぐらいで終わるかな。不良までいかないと思うので、まあ、やや重から重ぐらいの馬場状態になるとは思います。まあそこでね、スピード競馬になってね、まあちょっとね、そこによってまた展開が変わってくるとは思うんですけれども、まあね、やや重馬場とかだとね、やっぱ10番のインダストリアとかね、13番ティーガーデン、まあ、15番の大成ディバインとかがいいのかもしれないですけど、まあ私の本命も発表しています。大体どの馬なのか、ダーン、11番のバルツアーシャルにしました。バルツアーシャル、ちょっとね、まあ、人気薄なんですけども、まあユニコーンステークスもね、結構ね、毎年ね、1頭人気薄が突っ込んできたりとかするので、この馬もちょっと面白いかなと思って、今現在7番人気ぐらいだったかななんですけども、まあそれ、別にね、人気ないから買ってるわけでもなくね、ちゃんとした理由付けもつけてはあります。まず、ね、名前覚えてないんですけど、バルツアーシャルはですね、まず東京コースしか走ってないんですよ。もうデビューから、前走の青竜ステークスまで、一貫して東京競馬場のみ、東京のコースのみ走っております。それで、5戦して2勝の3着の2回で、唯一の着外ってわけでもないですけど、まあ掲示板を外してないんですよね。前走セージストレックスが4着で、まあまだ掲示板を外していない典型的なサウスポーなのかなと思います。まあまだ右回りを走ってないからね、サウスポーとは言い難いかもしれないですけども、今現在だとやっぱね、左回りいい結果を出してるのでね、ここでもいい結果を出せるのかなと思っております。ただセージストレックス勝ち馬ハセドンっていうのがね、1枠1番にいるんですけども、まあ前回は、前走はね、この馬にスパッとした切れ味で負けてしまったんですけども、まあ末脚に関して言えばね、この馬もそんなに負けてはいないなとは思ってるので、今回逆にハセドンは内に入っちゃったので、やっぱ進まれてしまう可能性っていうのはあるんですよね。で逆にバルツアーシャルはね、6枠でね、まあ中段真ん中より若干外目に入ってね、位置的にはいいとこ取れるとは思うんですよね。ただね、もう本当にこのまま追い込み一辺倒なので、ちょっと最高峰とかから進めちゃうとちょっと危ないなって思うかな。まあ一応2番目に挙げた、まあ、注文のつく客室っていうことで、まあハマればね、頭まであるかなと思うんですけども、それでもね、3着までにでしたらね、
復勝率 80% なので、ここでもね、はまれば頭、普通に走れば3着以内の確率が高いのかなとは思っております。で、まあ調教もねすごい動いてますし、まあ、調教もね20丸だなと思ってますし、まあこの馬の騎手の三浦騎手がね、もう鼻息が荒いんですよね。もう一発やってやんぜぐらいの、そんな感じで、コメントを出しているので、こういう時の三浦騎手って結構怖いなと思ってまして、まあ土曜日もね、ヨネゴステークスでね、一着に来てますし、まあちょっとね今三浦騎手乗っとくのもいいのかなとは思っております。で、まあ買い目なんですけども、まあ、馬レントワイドで、まあ、人気がないので、まあ11番から、1番と1番2番1番ハセドン、2番赤風、3番コンバスチョン、5番のペイシア S、6番ジュタロウ、7番リメイク、10番のインダストリア、13番のティーガーデン、ここまで、で合計8点馬レントワイドで流させていただきます。ただね、やっぱちょっとねこの馬場がねやや重になってくると、もしかしたらインダストリアとかの方がいいのかなとは思ってます。あとはもう不良馬場でも買ったコンバスチョンもいいのかなと思ってます。で、一番人気のリメイクなんですけど、一応買ってはいるんです、買う予定ではいるんですけども、まだこの馬1004までしか走ってないんですよね。なのであと残り 200m がどうかなとは思ってまして、まあ、評価はちょっと下げざるを得ないかなと思ってます。で、ハセドンに関してもそうですね、内枠がちょっとあだになりそうな気がしますし、この辺はちょっと評価下げさせていただきます。だから、僕は、まあ、バルツアーシャルから買うんですけど、まあ、インダストリア、コンバスチョン、あとは僕ヘディンシューズ3区大好きなので赤風、この辺をちょっと厚めに買わさせていただくと思います。まあ、こんな感じで、ユニコーンステークスの予想になります。で、あとはね阪神リッツレースのマーメイドステークスなんですけども、まあ、この馬、このレースは本命だけちょっと上げさせていただきます。マーメイドステークスこそね本当に何が来るか分かんないですよね。もう毎年毎年荒れるレースっていうイメージは強いので、でもねそういう時に限ってね多分人気馬で決まったりとかするんですよね。まあそんな感じなんですけども、まあそんな感じで意味分かんないですけど、まあ、ちょっとね本命だけさっと言います。僕7番のウィンマイティにしました。この馬もですね、まあ去年はパッとしなかったんですけど、やっぱ3歳じゃねクラシック、乗ってましたし、まあ今年休み明けから、まあ3戦目なんですけども、前走のメトロポリタンステークス4着0秒5差なので、かなり復調はしてきてるなと思ってます。で、筋量も54キロで、まあなんか、まあ、そんなに重い筋量を背負ってるわけでもなくて、まあ、和田騎手でしたらもしかしたらワンチャン一発あってもいいのかなとは思っております。で、この馬から、馬連ワイド流させていただきます。まあ、これはね当日、どんな馬券な、どんだけ買うかはちょっとね、まだ決めてないので明日ゆっくりウィンズで買いたいと、決めたいと思います。まあそんな感じで、ユニコーンステックス、マーメイドステックス明日、ウィンズで買っていきたいと思います。ということで、今日これからねもう帰って、まあね落ち着いて寝て起きたらウィンズまで行っていきたいと思います。それではまた、明日、また再開したいと思います。はい、おはようございます。現在、馬券を買って帰ってきましたけども、もうねヘボです。マジでヘボと呼んでください。もう僕のことはマスターじゃないです、ヘボです。もうね、なんかもうキャプテンみたいな言い方になっちゃったんですけど、いや、まあ、今馬券買ってきたんですけどもね、もう馬券をまた買い間違えちゃったんですよ。もう先週は金額塗りつぶすの間違えたし、今週は買い目を間違えちゃったんですよね。買い目とか軸にする馬を、なんでだろう、なんかを間違えちゃったんですよね。まあ言い訳ではないですけど、まあ。まあどうしましょう。まずじゃあユニコーンステークスから買い目を買ったのをお見せしたいと思います。もうねワイドメインです。ワイド11から買ってます。これは書いた通りですね、8頭に流させていただいてます。11番からで、馬連なんですけども、馬連は3点だけ買わさせていただきました。コンバスチョンと
ハセドンとインダストリアを生まれんで、でワイドは、先ほどの発展の中から、まあ、ハセドンと石風、コンバスチョンインダストリアの、ワイドを追加で買っております。で、ユニコーンステークス、もうこれしか買ってないです。今回8500円で勝負させていただきます。で、阪神マーメイドステークス本命ウィンマイティだったんですけども、まあ一応ワイド、まあこちらから見せます。7から、なんだっけ、よいしょ、スルーセブンシーズと、ソフトフルート、そして、ルビーカサブランカのワイド、これ本当は追加分で買ってたんですよ。で何を土地狂ったか、これマジで4から買ってんすよね。ステイブルアスクなんでって思いました。なんかもう出してからっていうかね、全然買い終わってから しばらくしてから気づきました。確かにマークシート入れた時に、相手の方にも4があったんですよ。でその相手を4を消して買ってんすよね。バカだねって思ったら、もう何やってんだよって感じです。まあ別に食えばいいかなと思うんですけど、でも、うん、まあそんな感じで、マーメイドステークス、まあこちらとこちらなんか二刀流っぽくなっちゃったんですけど、まあこれで合計金額4000使ってますってことで、今回合計金額はですね、12,500円で勝負させていただきます。それではちょっとね、今からレースを見ていきたいと思います。ちょっとね、ウィンマイティ来て、もう来てもなんか悔しいなって感じがします。じゃあちょっと見ていきます。はい、ユニコーンステークス、マーメイドステークス終わりました。皆さん結果はどうだったでしょうか。私の本命ユニコーンステークスバルツアーシャルが来たのか、それとも、残念来なかったのか、マーメイドステークスのウィンマイティは来たのか、それともダメだったのか、結果です。まずバルツアーシャルがね、首差で4着だったんですよ。残念で、ウィンマイティがよいしょ1着でございます。しくないですけどね。あ、もうマジでもうなんだよと思いましたもん。インマイティ来てるじゃんと思って、10番人気、まあソフトフルートとのワイド当たってるんですけど、これね当たってるんですよ、37で。これ7から買ってればね、ウィンマイティとソフトフルートのワイドと、ルビーカサブランカか、ルビーカサブランカだっけ、違うな、どうしよう、マリア・エレーナで買ってたんですよね。そうすればね、大幅プラスだったんですよ。いやー、だから先週からね、あんまり当たってるんですけど、あんまり良くないですね。でこちら、バルサーシャル4着だったんですけど、なんかのレースあれですよね、なんでバトルクライに勝てないんですかね。同じ厩舎でどうしてもバトルクライに勝てないというね、バルツアーシャル、なんかあれですかね、上下関係とかあるんですかね。やっぱりこうバルツアーシャルがね、こう抜け出そうとした時に、横からバトルクライがね、おいお前何やってんの、お前何先着しようとしてんのみたいな、な圧かけてるんですかね。そんぐらいおかしいですよね。青龍ステークスでも最後刺されてたし、差し返されちゃってたし、今回バルツアーシャルもすげえいい伸びで来てたんですけど、最後残り本当 50m ぐらいで本当足が止まりましたね。もうあれはちょっと異常なぐらいの足の止まり方でしたね。でバトルくらいが刺してきて、で3着、4着になってしまったと。ねえ、これもね、石風ヘニーヒューズ大好きだって前回の動画でも言ってんすよね。まあもともとヘニーヒューズはずっと追っかけてるんですけど、ヘニーヒューズ好きならそっちから買えよ、縦目でもいいから買っとけよと。ねえ、そうすればね、まあ12は買ってないんですけども、2と5はね抑えてるんで、2号のワイド
下手したら生まれんで変えたんじゃねえかってちょっとね、まあ、生まれは変えねえな、ワイドはちょっとね、その子は取れたかもしれないんですよね。いやー、なんかこう、なんかは、あの、もどかしい、レースでしたね、今日、両方とも。もう、まあでも、払い戻しが一応ワイドは、阪神がですね、9550円あったで、阪神自体はまあプラス5000円ぐらいになったんですけども、まあトータルで、マイナス2950円。ということになっております。まあ、そんな感じで今日の方は終わりにしたいと思います。すいません、ね、当たんなかったです、投票は。残念。はい、ということでカフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、6月19日、東京競馬場で行われたユニコーンステークスの本命発表からの1回目、そして、馬券購入してからのレース観戦、そして、今週も、反省していきたいと思います。も来週ね、宝塚記念ですからね。もうね、でもね、阪神はね、結構いい結果を残してるような気がするんですよね、東京に比べたら。なので、来週ね、頑張って、なんとかいい結果を出せたらいいなと思っております。うん。まあ、ね、まあ、何度かね、なんだかんだ言ってもね、あと僕、函館のメインもね、ちょっとね、まあ、こうワイドを買わさせていただいて、3点買いで取ってますので、朝で4点買って、当てますので、まあこれと今日の分の、稼ぎで宝塚記念勝負したいと思います。追加資金が投入されるのかまだちょっと分かりません。で、ですね、来週が宝塚記念なんですけどもね、その前にね、現在ね、チャンネル登録者数がね97名となっておりまして、あと3名で100人に到達するところでございます。今週中にね100名到達したらね、なんか宝塚記念でなんかやろうかなと思っております。まあ、まあ、わかんないですけどね、ちょっと今日負けちゃったしね、なんとも言えないですけども、まあなんかね、100人到達したらなんか記念でなんかやりたいなと思っておりますので、ぜひぜひ、この動画見て面白いなとか、一緒に競馬盛り上げたい、僕のこの動画を興味持ってくださった方がもしいれば、チャンネル登録と高評価、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。まあ、今週はねユニコーンステークスおすすめ馬5頭出したんですけど、まあ、掲示板に載ったのは結局赤風とバルツァーシャルだけだったかな。まあ、でも人気薄の2頭がね乗っかったってことでね、で人気どころはね全部ダメだったって感じだったんですけども、まあしょうがないか、うん、まあ、また来週頑張りたいと思います。今週競馬当てた方おめでとうございます。素晴らしい、今日の馬券当てた人はマジですごいと思います。で、外れた方、また来週ね、来週頑張りましょう。宝塚記念 きっといい結果が待ってると思います。自分にも言い聞かせてるんですけどね。まあそんな感じで、またね今週集中にねちょっと動画1本上げれたら上げたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。